面白い人が多いです。先生もとにかく発見が多いですね。のんびりとした環境ですが、やってることは最先端です。いろんな考え方や生き方を学べる、そんな大学です。山形大学は開学から70年、東日本でも有数規模の総合国立大学です。豊かな自然、風土に恵まれた山形県全域を学びのステージとして、約9000人の学生が学んでいます。人と地域が共に成長し、社会の持続的発展を目指す、それが山形大学の使命です。山形から世界へ。山形大学では様々な分野で世界をリードする最先端の研究が行われています。山形大学の4つのキャンパス、ここで6学部12学科がそれぞれの地域の特徴を生かした教育と研究を行っています。より専門性を重視しながら文化や社会を幅広く学ぶ人文社会科学部、地域の教育・文化の担い手を育て地域の活性化に貢献する地域教育文化学部、技術革新の原動力となる理学の専門的素養を身につける理学部、世界の医学・医療をリードする人材を育てる医学部、ポテンシャルの高い世界最先端の研究開発現場で学べる工学部、360度広がる農業のフィールドで食料、生命、環境の課題解決に挑戦する農学部、そして各学部での学びだけではなく、山形大学には基盤共通教育という全学部1年次必須の共通教育プログラムがあります。さらに山形大学ではグローバル人材育成の強化に取り組んでいます。多文化交流や留学支援など国際感覚を身につけるためのさまざまなサポートが充実しています。学生生活においてはサークルや課外活動なども盛んに行われています。学部・学年を超えた交流が生まれ、キャンパス内は活気にあふれています。将来は地域の活性化につながるような仕事がしたいです。最前線で活躍できる研究者になりたいです。日本と世界をつなぐような、そんなグローバルな仕事に就きたいと思っています。